竹田子さんがインクラインベンチで100キロ上がるようになりました。スミスのフラットのベンチだったらまあ120キロぐらいは余裕で上がるはずですので、大決算セールのお知らせです。美味しい、安い、溶けやすいにこだわったバルクズホエープロテイン、日頃の感謝の気持ちを込めまして3月31日まで 33% オフの1キロ当たり1980円の特別価格でご提供いたします。通常では絶対購入できないような価格となっておりますので、皆様ぜひこの機会にバルクズホエープロテインをお試しください。皆さんこんにちは、山本由伸です。今回は初心者のトレーニング方法、そして POF 法についてお話ししたいと思います。まず初心者、一般的にどのようなトレーニングしているかといいますと、ベンチプレスとかスクワットとか、そうした重い重量を扱える多関節運動ということになっていると思います。そして POF 法、これは何かといいますと、 POF っていうのはポジションオブフレクション、つまり関節の角度ということですね。どういうことかと言いますと、ストレッチした状態で負荷のかかる場合、収縮された状態で負荷のかかる場合、その中間、真ん中で負荷がかかる場合、この3つに分けて種目をそれぞれ行おうという考え方が POF 法となります。つまり POF 法を行う場合には最低3種目を1つの場所に置いてやらなければいけないということですので、初心者の方がそれをやるというのはちょっとやりすぎになってしまうということもあります。ですので初心者の方がステップアップしたい場合、ミッドレンジですね、ストレッチと収縮、まあ、収縮のことはコントラクトともいいんですけれども、ストレッチエクササイズ、コントラクトエクササイズ、その間にあるミッドレンジエクササイズ、このミッドレンジエクササイズの代表が、まあ、例えばベンチプレス、いわゆる基本種目というものになります。まずは初心者の方はミッドレンジ種目ですね、多関節種目であり高重量の扱えるもの、それをまずは初心者の方はやっていただきたいと思います。そしてそこからさらにステップアップ、初心者から中級者、さらに上級者になるに従ってストレッチ種目ですとかコントラクト種目を入れていくというようにすると良いと思います。そして筋肥大で言いますと、ストレッチ種目がとても効果的、ミッドレンジ種目に慣れてきたらその次にストレッチ種目を入れていく、そしてさらにそれでも慣れてきたらコントラクト種目を入れていくという流れで考えていただければと思います。それでは実際に胸のトレーニングで POF 法をやってみましょう。それでは実際に胸の POF 法をやってみたいと思います。まずミッドレンジ種目を高重量でやります。今回はスミスマシンのベンチプレスをやってみたいと思うんですけれども、今回ですね、収録前に竹田子さんがインクラインベンチで100キロ上がるようになりましたという非常に嬉しい報告をしていただきましたので、インクラインベンチで100キロということはスミスのフラットのベンチだったらまあ120キロぐらいは余裕で上がるはずですので、まあ、今回これがスミスマシンバー込みでだいたい55キロぐらいありますので、120キロ上がるということは55キロだとおそらく計算上は30回上がるはずですので、まあ、本当はですね、初心者の方ミッドレンジ種目の場合10回ぐらいできる重量でいいんですけれども、今回はせっかくですので30回やっていただきましょう。あ、ちょっと来て、はい、OK です。お、はい、スミスマシン55キロのベンチプレス軽々30回、やっていただきました。竹田子さんの成長、皆様も
目に焼き付けていただけたかと思います。まずミッドレンジ種目、これはですね、大胸筋の場合3種目やるのでしたら中部、上部、下部というようにせっかくなので分けていきたいと思います。今回ミッドレンジ種目で大胸筋中部をやりましたので、次に上部を狙うために上部をストレッチ種目、具体的にはインクラインダンベルフライでストレッチ、大胸筋上部を刺激していきたいと思います。では次はインクラインフライをやってみましょう。16で、なんかすごい気になる文字がある。よいしょ、皆さんはちゃんと胸のトレーニングは次の日はやらないようにしてくださいね。ではインクラインダンベルフライストレッチ種目で上部を鍛えます。これで30回までやってみましょう。はい、はい、OK です。はい、こちらが POF の2種目目ストレッチ種目で行いました。最後に3種目目コントラクト、収縮させる種目としまして大胸筋下部をケーブルクロスで狙ってみたいと思います。はい、では大胸筋の POF 最後のコントラクト種目、大胸筋下部を狙うケーブルクロスを30回やってみましょう。ちょうど昨日フェーズ2を胸でやったばっかですね。下の方で合わせて、はい、内転を意識ですね。20回です。ケーブルクロス30回
これでコントラクト種目、BOF の3種目を全部やったことになります。感想はいかがでしょうか？30回って長いですね、先生。というより POF の感想はいかがでしょうか？なんでしょう、聞いてるやっぱりタイミングが違うので、ついつい全部を1回のトレーニングでやりたいなっていう風に僕はなんかなりそうな予感がしました。あ、P と A と O と F を V によってですね、胸の上部で3種目、下部で3種目、中部で3種目、なんか合計9種目やりたくなりそうだなっていう落とし穴を感じてます。それはちょっと、やりすぎですので、一つの部位につき3種目と、考えていただければ十分だと思います。ちなみになんですけど、これは1回のトレーニングで、例えば今日みたいに上部はストレッチ、中部は、ミドルレンジ、下部は収縮メイン、これ1回のトレーニングで全部の刺激をそれぞれに分散させてやる分には構わないです。それは全然構わないです。はい、今回 POF 法について解説いたしましたけれども、マンデルブロとどのように使い分けるかと考えますと、初心者の場合のマンデルブロはどちらにしろできないんですけれども、中級者上級者になってからマンデルブロをやるということで、まず最初にミッドレンジをやってストレッチ、そしてコントラクト、その段階で初級者中級者上級者となっていただいて、上級者になってその3種目 POF 全てをできるようになってからマンデルブロに移るというような流れでやっていただければと思います。その場合ですね、ミッドレンジが高重量ですのでフェーズ2、そしてストレッチ種目ではフェーズ1、収縮種目でフェーズ3のハイレプスというような感じで使い分けていただければと思います。それでは Q&A の方に移りましょう。筋力を先に向上させておくと効率よく筋肥大を行えるということなら、大胸筋の場合はプレス種目で高重量を扱い筋力をつけてからフライに移った方が良いということになるんですかね？というわけではないです。例えば大胸筋の場合、ベンチプレスは高重量を扱いますけれども、高重量を扱えるからといって筋力という風にはならないんですね。どういうことかと言いますと、ベンチプレスの場合、上腕三頭筋とか肩の力も使うということです。つまり大胸筋のみの力という点で言いますと、ベンチプレスとフライでどちらが強いというわけではないんですね。ここでは種目の変化ではなくて、重量レップスの変化という感じで考えていただければと思います。例えば最初に筋力をつけるためにダンベルフライを3回やっていく、そしてダンベルフライの筋力を伸ばす、その後にちょっと軽くして8回から10回でダンベルフライをやるというような流れで行うことで、スムーズに筋肥大を行うことができると、そういう意味となっております。今回は初心者のトレーニング、そして POF マンデルブロへの移行、そして筋力と筋肥大の週の分け方、そうしたものにつきまして解説していきました。面白かった、興味が持てたという方はチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いいたします。そしていただいたご質問の中からピックアップしてお答えしていきますので、わからないことがありましたら気軽にコメントを入れていただければと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。